ドジャースの大谷翔平が現地時間9月15日、日本時間16日、敵地でのブレーブス戦に、1番 DH で先発出場。0の2で迎えた5回2失点、3塁の第3打席で右翼への敵地2塁打で1点を返した。チームはこれで11イニングぶりの得点で1、2とすると、7回には左腕のディラン・リーから同点の敵地2塁打で今季32本目の二塁打とした。 相手先発はベテラン40歳のチャーリー・モートンで、今季は27試合に登板して8勝8敗、防御率4.11の成績。大谷との対戦成績は9打数1安打だった。初回の第1打席は空振り三振、3回一試の第2打席は見逃し三振を喫していた。11日、同12日のカブス戦では、 47号本塁打を含む4打数3安打2打点と活躍した。角度19度の低弾道で右翼席へ弾丸ライナーでの一発だった。この日、12打席ぶりの安打を放ち、マルチ安打と2打点も記録した。